今回は見ることの訓練ということで第2回目、をやっていきたいと思います。見ることのできるようになるための訓練エクササイズ、知ってる人も結構多いと思います。どっかの本で見たなとかっていうこともあると思います。ネガポジで書くものを描く訓練ですね。自分の手を見て描く、自分の手を見て描くときに、指を描くっていうことだと思うんですけど、そのものを描こうとする、対象、モチーフを描こうとすることと、見ること、この前言った見ることっていうのはちょっとこう矛盾するんですね。ものを必死に描こうとすることと、描いていくとどんどん見なくなるということでしたね。で、ものを見る訓練なので今回手を描くんだけれども、描くところは手ではなくて、ネガとポジの、ネガの部分、ネガティブな部分ですね。ポジティブな部分は手ですね。でネガティブな部分はどこかというとこの間ですね。間を描くことで手だけが残って手を見るということですね。だから手がこういう平べったいように置いてあればまあ描きやすいんですけど、こうなってたりとかですね、いろいろ形があって奥行きもあるわけですね。とすると描くのは大変なわけです。そうじゃなくて見ることができるわけなんですね。描くのは大変だけども見ることはできる。見るのは簡単です。もう見えているわけですから。見るのが難しい人はいないと思います。どんな形にしろ今見えていることを見るだけです。なので描く必要もないので、もう今見えている人は見えているということになります。そうですね、この手を描くにあたって、ネガティブな部分、手じゃない部分を描いていって、その中に手を見ていくということを、よくやりました。で、できるだけ時間をかけないでですね、かけても3分以上かけると、どんどん見なくなっていくと思います。そうするとどんどん、自分の絵が個性のないものに変わっていってしまいますから、できるだけ短い時間で見ていく作業をするということなんですね。まあ、例えばこう、こういう手がある。でこれでどこを描くかっていうと、ネガティブな部分。例えば指は、こういうふうに親指があって、人差し指があって、中指、薬指、小指ってありますね。で手のひらがあるんだけれども、描く部分っていうのはこっちを見ていってほしいですね。この形をね、こうなってこうなってこうなって、でここにちょっと隙間があるなとか、こうなって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 、こうなってこうで、そうするだけで、まあ、ここに袖がこうあってというような感じで、そうするだけでこの中に奥行きを持って形が見えてくる、そういう訓練ですね。この中に見ていく、皆まで描かずにこの外側だけを描いて中を見ていく。もっと下手でもいいです。こう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 、こんなんでもいいですね。そしてこの中に手を見ていく、空間を持って今自分の見ていたものを見ていくということです。でこれを時間をかけないでやる理由は、まあ、さっき言ったように見なくなるからっていうのもあるし、最初描く時の動揺ですね。自分が描こうとする真っ白な画面の中に、鉛筆一本持って描こうとする時の動揺が、短ければ短いほど、出ます。で慣れてないからですね、慣れてないから出る。でその出た
動揺した線もですね絵になっていくわけですから、その線を3分以内に終わらせてですね見る方に努力をするわけですね。そうすることでその線も含めて形になっていくという、まあ、訓練ですね。まあ、手が難しいなら生物とかでも大丈夫だと思います。生物なんかでもですね今こうレモンを見ているんですが、レモン一つこう描きますね。まあ、レモンっていうのはこうあって今見ているレモンはこっちに頭が、お尻か頭が出ていて、まあ、見えないところにもう一方があるわけなんですけれども、レモン1個描くならこの普通に丸描いた中にあのどこにお尻があるかな頭があるかなっていうのを、丸の中に見ていけばいい、わけです。で、まあ最初に、まあ、もう1個言っていかないといけないのが、物を描くときに、その、ネガティブな部分、つまり外側の部分とポジティブな部分、内側の中身の部分っていうのがあって、どっちもあるわけなんですね。つまり、すごく植物的に言うと、レモンっていうものをこう手触りで描いていかなければならないっていうのがポジティブな形ですね。でネガティブなものっていうのは、例えばここにレモンがあって、ここに紙がこれだけあってレモンがここにある。でここに台の水平線がある。でそうした時にネガティブな形っていうのは何かっていうと、ここの部分ですね。であとここの部分がレモン以外の形ですね。でこっちを描くことで中を見ていくっていうこと、この両方が合わさって、ものを捉えるということになると思います。でですね、元に戻ってその、レモン一つを描く、レモン一つ描くのもですね、ネガティブな部分を見ないといけない。ネガティブな部分、レモン一つの場合はこの外側になるわけですから、紙がある分だけがネガティブになっちゃうんですね。だからですね、ちょっとこうつかみにくい、外が大きすぎてつかみにくいっていう時に、モチーフを組むということをやるんですね。例えばリンゴじゃない、レモンを2つにしてみる。レモンを2つにしてみることによって、ここに形が出てきますね。ここに形が出てくる。3つにすることによってここにも形が出てくる。そうするとこの画面までの距離が縮まりますね。縮まったところにはさらにここに形が、水平線がここにあるならばここに形が生まれる。でさらに今見てる、カゴも入れてみる。カゴがここにある。そうすると今度はここにまた形が現れるわけですね。で、取っ手があるって、口がある。そうすると、ここにも形が現れる、ここにも形が現れる、ここにも形が現れる。で、今度は影がこうある。そうすると、ここにも形が現れるし、ここにも形が現れるし、ここにも細かく形が現れてくる。ここにも形が現れてくるという感じで、描かないといけない形がいろいろ現れてきます。でそうやって、ネガティブな部分をどんどん形を描いていく。でポジティブな部分を描くよりも、こっちの方が簡単です。ポジティブな部分っていうのはやっぱり、あ、これはカゴだとかこれはレモンだとか思っているので結構細かく見ていってしまうけれども、ネガティブな部分っていうのは認識が浅いです。
そんなに気にしない、そんなに気にしてないので、だいたいこんな感じかなで書けてしまうわけですね。で、だいたいこんな感じかなでいいんです。で、書けて書いていって、それを組み合わせてパズルのようにですね。で、残ったところに、レモンと、カゴがあるわけなんですね。そうすることで、その中に今見てるものをすっと見ていくっていうのが、まあ、見る訓練ですね。これもできるだけ時間をかけないでやってほしいっていうことなんですね。まあ、書き方としてはですね、あのレモンとカゴの間をこういう感じでですね、適当に間をこういうふうにあるなっていう感じでですね、影も入れちゃえ、影も入れちゃおうという感じでですね、あ、水平線この辺、水平線この辺だから、で取ってがあるから、取っての間もこんな感じっていう風に書くんですね。うん、でその中、この中、こんな感じ、こんな感じって書いていく。でこの中に、ものを見ていく、見ていく作業なんですね。でこれがあの訓練がどん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 進んでいくとですね、あの描くことで見ることができるようになってくる、つまりその描くことと見ることがつながってくるんですね。描くことばっかりで必死にならないで、線引くということは中身を見ることなんだ、また外を見ることなんだということが徐々にこう頭の中に入ってくるんですね。だからですね、例えばそのレモンがこうあってですね、こうあって、レモンをこう中を描いてる時でもですね、この中の線を描くことによって、その外側が描いてるところじゃなしに、その外側が見えてくるわけなんですね。描くことによって自分の線がレモンになっていく、レモンが見えてくる素材になっていくということが、どん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 理解できてきます。そうすると、どこまで描いていっても自分の描いたものは外側の線にしかならない。なので、限度を知るわけですね。ここまででいいだろう、ここまで私は描こうということが出てくるわけなんですね。やっぱだからシンプルに言えばですね、もう丸だけでも私はいいんだっていうなら、それだけでいいわけです。そうすることで中の物体を見ることができるけども、もう少し描こう、この辺に傷があるなとか描こう、そうするとここが、この傷よりもこの他の部分がよく見えてくるわけなんですね。全部一緒です。指でも一緒です。指の細かい関節を描こう、関節を描いてるわけじゃないですね。関節を描くことによってこの周囲がどうなってるかが見えてくる。爪を描くことによって、ここがどういう形をしているか、ここがどういう形をしているかっていうのが、感触を持って見えてくるということなんですね。でこれをできるだけ短い時間で見る訓練ですから、やってほしいなと思うわけなんです。でですね、まあ色も、一緒ですね。この分けた形の中に、細かい色を見るんではなくて、例えばパレットに、緑しかないんなら、このシルエットの部分、中身の部分ですね、もうベタ塗りで緑を塗っちゃうんですね。緑を塗る。そうすると緑の中に自分の見ているものを見ることができるわけです。そうするとその緑は、説得力を持つ。緑の中に自分はこの充実したカゴとレモンの空間を見ている、光が当たっている空間を見ているんだということが、実感として自分にあればですね、アーティスト自身にあればですね、それは、一つの緑の抽象画になるわけです。抽象画といっても、まあ、具象画ですね。具象画は抽象画ということができますけれども、こういう状態で、でこれ緑に塗る。で残りの部分、この部分は、例えばもう一色あったらブルーがあったらここブルーに塗る。
ゃあここ赤、ここは赤に塗る。これマティスですね。もう完全にそのマティスの構造ですね。でここは違う色、また違う色、また違う色って塗っていく。そうすることでこの色彩の分割に対して非常に具体的なイメージを持つことができるんですね。これが具象であり、もう一つの言い方として抽象なんですね。そういうことなんです。でもう一つお話、今回お話ししたいのが像を返さない認識方法、要するにこういう映像を返さない、像を持たない認識方法っていうのが知っておかないといけないことだと思うので、そこを本編としてやっていきたいと思います。像を返さない認識について。